国本選手のベルトを取る思いが強くて、試合の流れという思いがあんまりつかめなかったので、課題が残る試合やったと思います。そうですね、やっぱり武器は蹴りですね。蹴りで自分の距離を保って、自分の流れを作って戦うことが自分の強さやと思ってます。まあ、まんべんなく何でもできるところ、作戦に溺れない、勝ちの執念のような、スタイルでその意思を見せてほしいなと思ってます。現役のヒップキックにタイトルホルダーとして、普通の選手にはないチャンピオンとしての意地の強さ負荷を感じましたし、今は必ず下がらない返す気持ちだけは絶対負けないのを意識して戦っています。次は圧倒して勝ちます。はい、倒します。僕が勝った、国本が勝ったとはっきりと分かるようにしっかりとダメージを与えて、目指すは KO を目指したいと思います。ベテランの意地をしっかり見てください。応援よろしくお願いします。この間の試合の自分より強くなっている自分を見せれると思うので、応援の方よろしくお願いします。コーナーへ頑張れ。